みたいな形で、フォローしているようなアメリカの方の企業は結構多いふうになっています。そうなんです。で、まあそんなこんなワードプレスなんですけど、まあ、世界のアレクサっていう統計のツールによると、まあ、世界の100万サイト、トップアクセス数の多いトップ100万サイト中、ワードプレスは 16.3% で使われていて、で、そのトップ100万サイト中 30% が CMS で作られています。逆にだから性的ページとかそういうのも含まれちゃうわけじゃないですか、トップサイトだけど、そのトップ100万サイトのうちの、CMS で3割で使われていて、全体の 16.3 だから16.3÷30 で、まあ、大体 54% ぐらいがワードプレスで使われていて、CMS のシェアの中では CMS って多分その小さいものとかあんまり知られてないのまで入れたら多分本当に100以上あると思うんですけど、たった一つのワードプレスっていうもので、まあ、それが世界的に見たらですけど、過半数を占めているので、まあ、例えばワードプレス推しじゃない企業も当然あっていいと思うんですけど、そういう企業でも、まあ、一応比較の対象として、まあ、ワードプレスを知っておくと提案がしやすいんじゃないかなというふうに思います。例えば具体的に今まで僕もいろんな案件やってきましたが、ワードプレスはおそらくですけどワークフロー承認にすごい弱いツールで、例えば僕が平社員でコンテンツを入れますと、で係長が承認します、係長が OK で出したら課長が出てきて、課長にメールが飛んで、課長が承認をしたら部長に飛んで、部長が承認をしたら社長に飛んで、社長が OK を出したら記事を公開する、それまでは公開しませんっていうようなことがワードプレスはできる人いるかもしれないですけど、どう頑張っても僕できなくて、1段階まだできるんですよ。もうデフォルトでついてるんで、僕が記事を書いて課長が承認して公開するまでだったらできるんですけど、それを何段階かにするってことがワードプレスは多分設計上難しいっぽくて、もしかしたら誰かがそういう開発してる人がいるのかもしれないですけど全然知らなくて、例えばそういうのは弱いので、ワードプレスはシェアがあるけど、まあ、比較の対象としてやっぱりおそらく提案する場合って出てきちゃうと思うんで、そういう時にじゃあそういうのに強い Easy Publish っていうCMS があるんで Easy Publish を今回使いましょうとか、L のサイトとか確かそれで Easy Publish になってますよね。 L でしたっけ、これですね、これ確か Easy Publish だったと思うんですけど、なんかそれでなんか仕様が合わないとか、あとはな結構いろいろ、あとはワードプレスってそもそも動的生成なんで、要は、一回一回動的に読み出すんですよ。つまり、なんでしょう、一回一回データベースから読み出すんで、キャッシュで、表示を軽くすることはできても、要は裏側で静的な HTML を書き出さない。例えばムーバブルタイプとかは再構築っていうのがあって、一度作ったものを全部静的ページに吐き出すんで、表側はユーザーがアクセスした時にはデータベースまで行かない、読みに行かないから、その静的な HTML をすぐに読めるっていうので、その辺でワードプレス動的生成なんで仕様から外れるとかそういう場合は結構あったりします。なんで、まあ、得意不得意はあるんで、ただまあシェアがやっぱり高いから、まあ、もしよければ、これも調べておくといいでしょう。で、まあ、そういう意味では世界のトレンドとしても、まあ、世界でこれ Google のトレンドなんで、導入数ではなくて、まあ、検索されてる回数なんですけど、まあ、結構ワードプレスっていうのは流行ってきていて、まあ、こんな感じですよって形ですね。まあ、世界的に見るとワードプレスとジュームラっていうのが来てて、まあ、一時期オバマ大統領のサイトなどがドゥルーパルだったこともあって、まあ、ドゥルーパルも結構話題に上がっています。で日本においては、まあ、2007年8年ぐらいから、まあワードプレスっていうのが結構流行ってて、で世界的に流行ってるジュームラも、まあ、日本では日本語って2バイト文字なんで、要は全角とひらがなとかカタカナとかある特殊な言語じゃないですか。普通半1バイトの文字しかないじゃないですか、言語英語とかって半角英数しかないんで、
で日本語とか、まあ、韓国語とか中国語のように全角文字があるっていう特殊な事情から、まあ、ワードプレスするのにも対応してるんで、まあ、結構あの情報と今 CMS なんであのこれ検索回数なんで導入事例じゃないですけど比較的多く検索されていますというふうになっています。で、まあ、あのワードプレスを使うと、まあ、こういういいことがありやすよっていうことを話した後に実際のインストールの仕方をやりたいと思います。はい、で、まあ、この辺はもうここに来ている方だったらもしかしたらご存知かもしれないんで、まあ、簡単にお話をしますと、まあ、あの好きなドメインが持てますっていうふうになっています。はい、で例えばアメマブログとかで取ろうとしたらアメブロ .jp すら自分のアカウントになりますし、まあ、Yahoo ブログでもブログズ Yahoo.co.jp すら自分のアカウントとかになってしまうんですが、まあ独自ドメインというのを、まあ、自分で取れ早もん勝ちではありますが誰も使っていなければ取れますので、まあ、自分の財産として、自分のドメインとして、まあ、僕の名前は星野って言うんですけど、もし星野 .com っていうのが空いていれば、まあ、空いてないと思いますけど空いていればあのそういうようなドメインで、今後一生運営することができる。であとは、自分の意図しない広告がワードプレス自分でサーバーにインストールして使うので入る余地がありません。はい、結構ですね普通にブログを書いていて例えば僕アメーバブログができる頃からインターネットブログができる前からインターネット関わってますけど、あの2004年とか5年とかにアメブロとかできた時って非常におとなしいデザインだったと思うんですけど、今や右上か左上にそのアメブロの広告が出るのが必須になった上になんかフッターにも出て、最近情報追ってないですけどフッターの広告消すのには何かしらのポイントが必要とかそういう話も聞いているので、まあそういうようなことが自分で入れていればありません。はい、であと、まあ、結構重要かなと思うんですけど、フリーのブログサービスだとそのデータを一括で自分のところに落としてくるってことができないサービスも多いと思うんですけど、ワードプレス自分のサーバーにデータが入っているので文章とか写真を自分のパソコンに一括で落としてきてバックアップを取るとかそういうことも結構簡単にできます。であと、まあ、あの例えば突然サービスが止まってなくなりますってこともないし、まあ、例えばサルサル日記っていうのは昔あったんですけどこれがなくなってサルサル日記で書いてた人は強制的にどっかに移んなきゃいけなくなったんですけど、それ困ったねってなると思うんですけど、ワードプレスはサーバーインストール型なのでそういうふうにサービスが止まるってことが、まあ、あります。まあ、開発が止まるってことも、まあ、実際誰かが開発を続けると思いますので基本的にはないと思っていただいて、仮に止まったところで自分のところに入れたところまでは大丈夫ですので、ある日突然サービスがなくなるとか、あと最近アメーバブログの規約が厳しくなって突然朝起きたらなんか自分のブログが消されてたとかそういうこともありませんので、まあ、その辺はいいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、自由にこれがだから明日以降やるんですけど、まあ、自由にデザインや機能を追加できるので、まあ、あのここにこれを入れたいとか、まあ、これ後で説明させていただきますが、ここにこの機能を追加したいってこともワードプレスだとできます。はい、ってことで、まあ、実際に独自ドメインと、まあ、サーバーを借りて、まあ、運営してみましょうっていうところをやってみたいと思います。その前提として今日お話しするのは皆さんから見て右側の部分です。あの実はですねワードプレスもワードプレス .com というフリーのブログサービスがありまして、例えば日本だと、まあ、アメーバブログとかライブドアブログとかが流行ってると思うんですが、世界的に英語圏で見ると、まあ、ブロガー .com というのが一番流行ってまして、2番目がワードプレス .com になっていて、このワードプレス .com っていうのはいわゆる日本でいうところのまあ、アメーバブログのようなサービス で日本語でも提供されてるんですけど、こちら側は実はあんまり流行って日本ではあんまり流行ってないんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういうようなフリーのブログサービスもワードプレスは提供していて、実は世界的に見る と、アクセス数でいうと世界ベスト20に入っているので、世界ベスト20に入っている日本のサービスって Yahoo Japan しかないので、 Yahoo Japan 並みな感じのアクセス数のあるサイトなんですけど、あんまり日本だと知られてなくて、かつ今日はお話しするのは実際にサーバーにインストールして、自由にカスタマイズ
右側の方がカスタマイズ性が当然強いので、要は、自分のサーバーに入れてで、まあ、自分で運用してみましょうって話をします。で、自分のサーバーに入れる際の、前提となる環境なんですけど、まあ、PHP のバージョンが 5.2.4 以上で MySQL のバージョンが 5.0.15 以上でないと最新の WordPress は動きません。ですが、ほとんどのレンタルサーバーは対応しているので問題ないかと思うんですが、もし仮に、ご自身の自宅サーバーであるとか、お客さんが用意してきたサーバーの環境であるとかという場合には、この環境を満たしてない場合には、WordPress は入りませんので注意してください。で、僕も今まであったんですけど、その場合入らなかった場合どうするかっていうのは2パターンありまして、これ結構余談かもしれないんですけど、2パターンありまして、1つはサーバーを上げてもらうっていう現実的な方法と、いやーバージョン上げられませんよって言われたら古いバージョンのワードプレスを入れるしかありません。それによるセキュリティホールの何かがあっても責任は負えませんよっていう形でやるしかないでしょう。で、まあでもその場合でも WP アドミンホルダーってところにベーシック認証をかけて管理画面が見えないようにするとか、まあ、一定の対策は打てるんで、まあまあ最悪古いバージョンでもいいでしょうって話です。で、日本の多くのこういうレンタルサーバーでは、まあ、入りますんで、例えば、まあ桜インターネットとか、ロリポップのような、まあ、月に数百円からのサービスでも入りますんで、まあまあ比較的ワードプレスを入れやすい環境にはあると思います。はい。ということで、まあ実際にここでは、まあ独自ドメインを取ってレンタルサーバーを借りてちょっとデモ的なことをやってみたいと思います。で、まあそれをちょっとやってみますね。で、この後これ全部お話ししたら、まあ実際に皆さんの環境でワークショップ的にやっていただければと思います。はい。で、まず前提としてワードプレスをインストールする、あ、とりあえずここまでに何かご質問があれば大丈夫です。はい、ありがとうございます。で、前提としてワードプレスで必要なソフトは何ですかってよく聞かれるんですけど、必要なものとしては、大きく分けて2つしかありません。よく有料ソフトを何か買わないとワードプレスって入れられないんですよねって言われることがあるんですけど、全くそんなことはありませんので、普通にインターネット上からソフトというのはダウンロードできます。で、必要なソフトは2つだけで、1つは、まあ、FTP ソフトって言われている、まあ、自分のパソコンからサーバーに、アップロードするソフトと、あとはテキストエディター、普通のメモ帳的なものですね。ただ Windows のメモ帳は UTF-8 っていう文字コードで保存できないんで、なぜ Windows のメモ帳は使えません。なんで、まあ、例えばファイルジラのような、ファイルジラってのがあるんですけど、僕 Windows パソコンなんで Mac でもあると思うんですけど、こんなんです、はい、こんなソフトがインターネット上に落ちてますので、はい、これを使うとアップロードできます。具体的にはこちら側が自分のパソコンで、こちら側が、サーバー側です、はい、この中で FTP ソフトを入れたことのない方、あ、いない、あ、お、はい、あ、了解です。ちょっと後でやりますね、はい、これを例えばこいつ一度隠します。まあ、こんな形で今実は繋いじゃったんですけど、こっちにこれ僕が借りているレンタルサーバーヘテムルってところなんですけど、サーバー情報が入ってます。どこまで見せられるのかちょっと待ってください。あ、裏側のパスワードは厳しそうですね。はい、なんでここで FTP のパスワード、これちょっとあれだな、FTP の、パスワードなどが、なんでしょう、
FTP 情報っていうのがありまして、レンタルサーバーに提供すると FTP のですね、ホストとユーザー名とパスワードというのが与えられるので、そのホストとユーザー名とパスワードをそのサイトをその情報として入れますとアクセスができるようになります。ちょっとよいしょ、動画を用意したのでそちらを見て少し解説をしたいと思います。はい、これレンタルサーバーによって違ってくると思うんですが、ここではヘテムルというレンタルサーバーでやります。ロリポップっていうとか、チカッ昔だとチカッパとか提供しているレンタルサーバーを提供しているペーパー&ボイコーっていう会社の、まあ、上位版の、レンタルサーバーサービスです。はい、で、まあ、普通に契約をし、まあ、レンタルサーバーに契約しましたってなると、まあ、レンタルサーバーによってか管理画面のインターフェースは違うと思うんですが、やることはですね、データベースを作るってことです。なので必ずそのデータベースが作れるレンタルサーバーである必要があるんですが、それと契約をして、ワードプレスは PHP と MySQL で動いているので、そのデータベースの情報をまず管理画面から入れます。でデータベースを作りました。はい、で多くのレンタルサーバーはこういう形で管理画面から使えます、作れます。で VPS とか Amazon の AWS のようなクラウドのようなものは、まあ、自分でそのデータベースをコマンド打って作るんですけど、まあ、今日は初心者向けということで、まあ、共有のレンタルサーバーを前提にお話しします。で、データベースを作った後にワードプレスって検索して一番上にあるサイトからコアファイルを落としてきます。で落としてきて、で ZIP ファイルなのでそれを解凍して、こちら側が自分のパソコンで、こちら側が、まあ、サーバー側なんですけど、ドラッグ&ドロップでこういう形でここに落としてワードプレスで落としてきた、1100ファイルぐらいを自分のサーバーに、アップロードします。でアップロードしたら、その自分 そのレンタルサーバーが入っている URL を叩きますと、こういうような画面が出てきます。でファイルが入れたら、こういう画面が出てくるので、もう普通にあまり何も考えず、次へ次へと進んでいきましょう。で、そうすると、こういうデータベースを入れる情報の画面が出てきます。で、ここまで出てきましたら、先ほどレンタルサーバーで作ったデータベース名を、入力します。こんな形です。でここの情報が間違っていると、次へ行った時データベースにアクセスできませんで出るんですが、まあ、ちゃんと入れていればこういう形で、それが合っていればインストールできますってんで、インストールの実行をしましょう。でこのインストールの実行をしても、この瞬間にワードプレスはもうすでにデータベースと連携してインストールができています。でそしたら、これは後から、管理画面の一般っていう設定の一般設定とかが変えられるんですけど、まあ、基本的にサイト名とユーザー名とパスワードと、あとは、コメントが来た時に来るメールアドレスを入れておきましょう。でまあさすがにですね、ワードプレスをインストールするってことは、すでにサイトタイトルとかって通常であれば決まってると思いますので、まあ後で変えられますが、まあ、サイトのタイトルとか、これがまあそのサイトの名前になるので、入れましょう。でワードプレスをインストールって押しますと、まあ、これでワードプレスが入りまして、ログインって押しますと、まあ、こういう画面が出てきます。でワードプレス通常の入れ方をしますと、そのドメインすら wp-login.php っていうのが wp-center-login.php っていうのが管理画面のアクセスする、URL になります。でこれがまあ大体の管理画面、今 3.5 に上がっちゃったんで、ちょっと管理画面の UI が若干今この画面とは違うと思いますが、まあ、こういう風になりまして、でトップページを見ますと、こういう形でワードプレスが入って、もうすでにこの情報で URL を叩くとインターネット上にはもう情報として公開されている。でこんな感じで、この、動画自体が4分、今約4分だったので、まあ、4分ぐらいあるとですね、ワードプレスを、まあ、慣れてる人でしたらインストールすることができます。でそもそもですね、最近はワードプレス、先ほどもお話した通りオープンソースですので、まあ、自由に自分のサービスに組み込むということができますから、
多くのレンタルサーバーではワンクリックでインストールすることができるようになっています。例えば桜インターネットとかヘテムルとかロリポップとか、X サーバーとかエクセリアとか、多くのハッスルサーバーとか、本当にいろんなサービスがワンクリックで入れられるようになってまして、今動画でお見せしたことがワードプレスの普通の入れ方なんですけど、それ以外でも入れることができます。例えばですが、これヘテムルの画面なんですけど、右側の方に簡単インストールっていうところがありまして、これはヘテムルの管理画面なんで、それぞれのサービスで管理画面が違ったとしても、ワンクリックインストールとか簡単インストールっていう言い方をしてまして、ここクリックしてワードプレス選択してインストールボタンを押してその URL を叩くと、先ほどの、サイトのタイトルとかを入れるところまで、進むことができます。でここまでができるので、これをするとですね、そもそもデータベースを作るとか、そう FTP でワードプレスのコアファイルをアップロードするとか、そういうことすらいらなくなります。ただこの点注意しなければいけないのは、ある程度上級者になってくると思うんですが、この簡単インストールで入れたら、この過程を見ていただければ分かる通り、データベースを自分で作りません。ですので、データベースのパスワードが分かりませんって話になるんですね。そういう時は、もう勝手に作られちゃってるんで、そういう時は wp-config.php っていうところが、WordPress 一番入れた時のトップ階層下にありますので、ここに、主要な情報、逆に言ったらこの情報は表側に見せられない方がいいと思うんですけど、データベースアクセスできちゃうんで、wp-config.php っていうところのここに、データベース情報が書いてあるので、簡単インストールで入れて、ある程度上級者にならないと、そもそもデータベース情報って扱わないと思うんですが、ちょっとどんな情報になってんのって時は、ここを見ると分かります。で、とりあえず、第1回目はここまで。でこの後は、実際に、例えばこういう FTP ソフトのテキストエディターを入れて、自分のサイトを作ってみたいなと思うんですけど、とりあえず僕の方からのお話は以上になります。ここでこれが第1回目で、次午後第2回目があるんですけど、ここまでで何かご質問などありますでしょうか。大丈夫、じゃあ実際やってみましょうか。作るサイトを持ってきた人、そんないないですよね、はい、じゃあ何か作りますか。何がいいですか。そうですよ、僕は何作ろうかな。じゃあ僕はせっかく大宮に移ってきたので、大宮のおっと
こんなところにこういうピックアップが検索されてる。あれはないのかな。ああ、ちょっと前のやつだったんですよ。いや、それがあれですよ。じゃあ1個ですね、なんかサイトを作るんで、まあ、もしあのやられる方は手順を合わせるなどしていただければと思います。あ、お疲れ様です。ありがとうございました。あ、ゴミはそこに捨てられますんで、もしよければ。はい。僕たち今度大宮経済新聞でも始めるので大宮038.com っていうのを趣味で撮ったんですけど、この後経済の方で作ります。
ドメインを取ったことのない人っていらっしゃいますか？大丈夫。例えばドメインは、まあこれムームードメインっていう、まあさっきのヘテブルとかロリポップとかさ提供してるサービスさんがやってるんですけど、まあこういう例えばムームードメインって検索